色上質紙にプリントして超簡単にできるグラデーションもみじです。色上質紙は薄口または中厚口を使ってください。ダウンロードした画像を色上質紙にプリントアウトします。これを点線のところで細長く2回折ります。葉っぱと葉っぱの間を切って3つに分けます。ここでは線に沿って切っていますが、大まかに切り取っていいです。葉っぱを切り取るときは線よりも少し内側を切っていきます。ずれやすいときは葉っぱより外側の部分をホッチキスで留めてください。広げるとそれぞれ色合いの違うグラデーションもみじができています。色上質紙の色や大きさを変えると葉っぱ全体の色調が変わり、大きさの変化も楽しめます。葉っぱを貼るときは枝先になる方から貼ると茎が隠れて重なりがきれいに見えます。色紙に貼ってもいいし、たくさん作って壁面飾りにしてもいいでしょう。お好みで工夫してお使いください。